破壊しています。一般市民の生活への影響が懸念されています。反政府勢力が掌握しているリビア中部の町ラス・ラヌーフ、カダフィ政権側が激しい空爆を続け、反政府勢力を東へと押し戻しています。装備に勝り制空権を握るカダフィ政権側は、上空からの攻撃によって戦闘を優位に進めているとみられています。反政府勢力の報道官は10日、政権側が町のライフラインを破壊していると非難しました。ライフラインの破壊に対して国際社会から一層非難が高まることが予想されます。こうした中開かれた NATO 北大西洋条約機構の国防相会議、イギリスやフランスが積極的な姿勢を示しているリビア上空での飛行禁止空域の設定について、国連安保理の決議といった明確な法的根拠やリビアの周辺諸国の支持が必要だという認識で一致しました。 NATO 単独での空域設定には踏み切らないことを確認する形となりました。Regarding a possible no-fly zone, in case NATO were to receive a clear United Nations mandate, further planning will be required. 一方、国連安保理の常任理事国ロシア、ラブロフ外相は飛行禁止空域の設定について客観的な情報に基づく詳細な検討が必要だとして慎重な姿勢を示しました。さらにアメリカのクリントン国務長官、議会で発言し、反政府デモで独裁政権が崩壊したエジプトとチュニジアを15日から訪れることを、 We have an enormous stake in ensuring that Egypt and Tunisia provide models for the kind of democracy that we want to see。クリントン長官は訪問中、リビアの反政府勢力の代表とも、リビアの情報が不足していることから、反政府勢力と直接接触することで今後の対応を見極める方針です。一方、国家で世界最大のサウジアラビア、油田地帯がある東部ではシーア派市民による抗議デモがたびたび起きています。11日にはイスラム教の金曜礼拝に合わせて王族による支配体制の変革を訴える大規模な反政府デモがインターネットを通じて全国で呼びかけられています。政府はデモを防ごうと、若者や低所得者向けにおよそ3兆円に上る緊急支援策を発表する一方、武力鎮圧も辞さない方針を示しています。情勢の緊迫化によってしています。の上昇、私たちの食卓にも影響を及ぼし始めています。中継でお伝えします。はい、その影響、このうなぎにも原油高の影響が出始めているんです。はい、といっても鈴木さん、うな